Welcome to Brazil. サンパウロに帰ってきました。今からですね、サンパウロの、中を少し散策していこうかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、今ですね、オスカーフレイルというところに来ました。これは目抜き通りというか銀座通りみたいなもんで、高級ブティックが結構並んでる通りです。だからブラジルといえばハバイアナスというビーチサンドルがあるんですが、それを少し見に行こうかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、ハバイアナスに到着しました。これですね。じゃあ入っていきましょう。ランナーに気をつけましょうね。はい、買い物終わりました。こんなに買っちゃいました。ほとんどビーチサンドルなんですけど、これ皆さんにお土産で持って帰ります。今日はブラジル最終日になります。今サンパウロにいるんですけど、今から、ここから約70キロ80キロ離れたサントスまで1時間30分ぐらいですかね、車で向かって、行こうかなと思います。じゃあ行ってきます。はい、サントスに到着しました。両側にですね、建物っていうか全部シャッターを閉じてるんですけど、本最近までですね、この辺りは、出版の方々がですねオフィスを持っていて、ここで豆の生産者が持ち込んだ豆をですね、買ったりしてました。私が今サントスにいた頃は もっと人がいっぱいいてですね、今全然すっからかんで人がいないのでちょっと驚いてるんですけど、コロナの影響もあるんでしょうが、最近はですねほとんどのオフィスが、内陸に移動してですね、ここでの取引ってのはほとんど行われてないような状態です。奥に見えているのはコーヒー博物館です。昔のコーヒー取引所ですね。今閑散としてますけど、ちょっと行ってみましょうか。はい、ここはですね、サントスにあるコーヒーミュージアムです。コーヒーの歴史っていうか、サントスのブラジルのコーヒーの歴史がここで、学ぶことができます。はい、今からですね、サントスの、中っていうか真ん中ぐらいにある丘の方に上がっていきます。ケーブルカーで登っていきます。上上がるとですね、サントスが一望できてすごく気持ちがいいですね。今からサンパウロからですね、ニューヨーク経由でボストンに帰ります。お疲れ様でした。じゃあね。